よし、始めるか。何もかもが真っ白だ。体も重いし、暑くて息苦しい。部屋の扉閉めてしまえば、完全に下界の情報はシャットアウトされてしまうんだ。表へ出てみろ。オラがガキの頃、気が狂いそうで1ヶ月もいらんなかったっちゅう意味がわかるぞ。どうなってんの。部屋の中だったのに、こんなに広い場所が。それに、何にもない。地球と同じ広さらしいぞ。気つけろ。遠くに行き過ぎと、ここを探せずに迷って死んじまうかもしんねえかな。こんなとこで一年も。早速、修行始めるぞ。まずはご飯。おめえをスーパーサイヤ人にする。スーパーサイヤ人に僕がなれるのかな。もちろんだ。おめえもれっきとしたサイヤ人の血引いてんだぞ。とりあえずスーパーサイヤ人になんねえとな。本格的な修行はそれからだ。なかなかすげえだろ。おめえ重力の特訓は初めてだったよな。ま、すぐに慣れるって。はい、これは楽しみだ。本当にすげえことになるかもしんねえぞ。おめえはオラの子だ。自信持て。はい。
めえの出番だぞ、ゴン。僕がシェルト？無茶を言うな、悟空。戦えるわけないだろう。確かに見違えるほど実力は上がったが、相手は貴様でもかなわなかったセルだぞ。ピッコロ、ご飯はオラたちの思ってる以上に信じられねえような力を持ってんだ。どうだご飯、さっきの父さんとセルの戦いすごすぎてついていけねえと思ったか？思わなかった。だってお父さんもセルも思いっきり戦ってなかったんでしょ。セルはどうか知らねえが、父さんは思いっきりやってたさ。つまりおめえには手抜いてるように感じたんだろ。そうなのか、ご飯。はい。あれ、ご飯、平和な世の中を取り消してやるんだ。学者さんになりてんだろ。わかりました。やってみます。まだまだこんなものではない。オルカナ、ひどいやつでも、お父さんみたいに戦ったりするの好きじゃないんだ。僕は昔から怒りでカッとなると自分の意志を超え、とんでもない力でめちゃくちゃな戦いを始めてしまうらしいんだ。おお、失敗だったな。そんな話を聞いておじけづくとでも思ったのか。やはりガキだな。それどころか、私はどうしても貴様を怒らせたくなった。お前たちまで巻き込んで犠牲にしてしまうことを許してくれ。俺はセルと共に自爆する。残念だったな、16号。最も爆弾ごときで私が死んだとは思えんがね。所詮貴様はドクター・ゲロの失敗対策だったようだな。なんだ、あれは。さあ行け、セルジュニアたちよ。やめろ。孫悟飯、正しいことのために戦うことは罪ではない。は
話し合いなど通用しない相手もいるのだ。精神を怒りのまま自由に解放してやる。気持ちはわかるが、もう我慢することはない。いいアドバイスだが、私は私のやり方でやっているのだ。俺の好きだった自然や動物たちを守ってやってくれ。余計なお世話だ、出来損ないめ。おい、許さないぞ、お前たち。やっと真の力を見せたか。これで面白くなってきたぞ。まさか本気でこの私を倒せると思っているんじゃないだろうな。倒せるさ。大きく出たな。では見せてやるぞ、このセルの恐ろしい真のパワーを。くどうぞ。
なぜあれほどのパワーがええやつに。おい、何をしている。とどめだ。すぐにとどめを刺せ。もうとどめを。まだ早いよ、お父さん。あんな奴はもっと苦しめてやんなきゃ。18号だ。18号を吐き出した。ちぇ、つまらない。それじゃお前ももう終わりだな。許せん、許せねえ。貴様らはもう終わりだ。あと1分で俺は自爆する。俺も死ぬが貴様らも全部死ぬ。地球ごと全部だ。悟空、やっぱどう考えてもこれしか。地球が助かる道は思い浮かばなかった。バイバイ、みんな。悟空、お前まさか。悟空。ここまでよくやったな、ごはん。すごかったぞ。お父さん。母さんにすまねえって言っといてくれ。驚いているようだな。何がおかしい。気でも触れたのか。僕の思い上がりで死んでしまったお父さんの仇が打てて嬉しいんだ。貴様はぜひこの手で殺したかったと思っていた。
それはどうかな。今度はそううまくいくとは思えんがな。お遊びはもうせんぞ。すぐに終わらせてやる。もう許さないぞ、お前たち。遅い。こいつは耐えきれるかな。もう許さないぞ、お前たち。カメハメハ。パワーだ。ダメだ。遅い。遅い。僕が戦わないと。当たれ。私もスピードには自信がある。遅い。ザコが。僕は戦わないと。当たれ。マセンコ。セルを倒すのはこの俺様なんだ。お父さん、ごめんなさい。セルから地球を守れなかった。守れたはずの地球を。おい、こら、諦めるなんてねえだろ、ごはん。お父さん。大丈夫、勝てる。自分の力を信じろ。最後に見せてくれよ、オラたち二人で作った力を。はい。あっ、ねえ、あっ、ねえ。止まれ。さあ、終わりだ。終わりにしてやる。今だ。そんなバカな。この私が。
あの野郎、大した威力じゃないが、気候波を。違うな。殺せば負けになってしまう。わざと弱く撃ったんだ。あいつ、なんで。やつは自分の能力をはるかに超えた力を持ってしまってるらしい。わからねえ。どういうことだ。降参なんかしないわよ。してたまるか。もう十分頑張った。降参しろ。降参するんだ、ビーデルさん。相手は僕だ。ごはん、次おめえの番だけど、ちゃんと修行してたか？残念ながら平和をいいことに大したトレーニングはしていなかったらしい。今では俺たちの方が力は上だ。もっともこいつは逆上してぶっちぎれるとどうなるかわからんがな。人間としては大したものだ。褒めてやるぞ。だがここまでだったな。
この私が相手をすることになってしまった。ふん、ナンバーワンの貴様がもうご登場ってことは相当焦っているらしいな、バビディは。ふん、無駄口を叩くのはそれぐらいにして、さっさとかかってこい。貴様らまとめてな。ダメダメ、お前を倒すのは僕の番なんだ。なんだと？なめるのもいい加減にしろよ。ここだ。あとだ。どうした？これで終わりだ。うわっ！うわっ！やだ！こっちだ！こっちだ！だ！こっちだ！よっ！だ！ち！はっ！あれ？本気を出せ！まだだ。間に合って。兄ちゃん、よかった。死んだんじゃなかったんだね。ああ、危ないところを助けられたんだ、海王神様に。他のみんなは？殺されちゃったよ、魔人ブーに。何？へへへ、美味しかったぞ。みんな食べちゃったんだ。俺がチョコにしてな。
おい、まさか俺と戦うつもりか？違う、貴様を殺すつもりだ。おお、おお、おお、思い出した。お前、前俺に吹っ飛ばされたやつだ。こっちだ、オスノロ。どうした？まだだ。本気を出させてもらいますよ。死神のお出ましだ。どうかな、ご飯くん。無事作戦成功だよ。この瞬間こそ未来においても二度と現れぬであろう最強の魔人の誕生だ。汚いぞ、てめえ。二人を自分に取り込むなんてよ。お前のせいだぞ。お前は絶対に最強であるはずの私より強かった。そこで考えたんだ。スーパーゴテンクスとかいうチビを我が身に吸収すれば、どんな奴が現れたって最強の王座は揺るがないと。そういうことだったのか。ただそうやってペラペラ喋ってる割には頭の悪さは変わってないようだな。どうせ吸収して一等賞になりたかったら、この俺を吸収すりゃ簡単だったのによ。何も分かってないようだな。何？前の魔人ブーが言ったはずだろう。絶対にお前をぶっ殺してやると。それが最大の目的だ。なるほど、そういうことか。納得。さてと、勝負を急がせてもらうぞ。
貴様にしては冷静な判断だ。トラさんも吸収したのは正解だったようだな。焦りすぎだ。無駄だ。残念。どうした？まだだ。どうした？だ。本気を出させてもらいますよ。バカな。うわよ。バカめ。うわ。えっと。あった。無駄だ。バカな。よ。うわ。や。あれ。だ。よ。あら。うわ。や。ほら。ね。しまった。いや。うち。いや。くそ。うん。だ。よ。ほら。え。ほら。うわ。あった。いよっ、うっ、うっ、うっ、おりゃー、うっ、だっ、へっ、へっ、うっ、はぁー、バカな
何の目的で地球に来た？決まっているでしょう。復讐ですよ。孫悟空はまだですか？せっかくやってきたのに、お友達がみんな殺されちゃってたら、孫悟空はさぞ無念でしょうね。ごはんくん、やっちゃって。あんたならバッチリ勝てるでしょ。兵士たちだけなら多分。でもフリーザはヤバいです。以前とは別人と言ってもいいくらい、はるかにパワーアップしてますよ。あの男、どこかで。なるほど、あの時の孫悟空の息子でしたか。皆さん下がっていってください。手伝わなくてもいいのか。もう子供じゃありませんから。そうか。ダッフロ、子供が生まれたんだ。いいだよ、優しい子に育ってほしい。クソ。だからお前たちみたいな奴らに来られると本当に迷惑なんだ。うわっ、やった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 、うりゃー、やそこまで見えてんのか。うわっ、やった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 。こいつで終わりだ。アメハメハサイヤ人、あなたにはたっぷり苦しんでから死んでもらいますよ。さあどうしました。早く逃げないと殺してしまいますよ。動けませんか。孫悟空と違って諦めが早いですね。殺してあげるよ。サイヤ人は私の手で。ざまあみろ虫けら、ざまあみろサイヤ人、ざまあみろ孫悟空、死ね。
父さん、頼みます。少し黙りましょうか。バレては仕方ないですね。おっさん、やっほっだっほっだっほっはい、死になさい、ほっはまつい、死になさい、はい、そんななんと、えやっだっやっだなにやっだなんと、あれうん、おりゃー聞かせてもらうぞ。だやだやだやそんなだわとだわだわなんとまごやだやだなんとやご飯、大丈夫なのか。まさかあいつら本気で戦うふりをしていたのか。最初の攻撃を受けた時感じたんです。これは本気じゃないって。だったら乗ってやろうとフリーザの作戦に。ま、あなたがそんなこともわからないおバカさんなら殺していましたけどね。これでフリーザが味方だということがわかったな。だといいがの。もしご飯が気づいていなかったらやっぱり裏切ってたんじゃないかなって。孫ご飯さん、これからも優勝に向けて力を合わせ頑張りましょうね。
足手まといにはならないでくださいよ。ええ、分かっています。はい、ディスポ、僕たちが相手だ。調子に乗りやがって。二人まとめて俺が落としてやるぜ。やれやれ、もらったぜ。当たらねえだ。ジャスティスクラッシュ。信頼していただけて光栄ですね。邪魔ですね。恨みっこなしでお願いします。言ったでしょ、どんなに苦痛に身をよじろうと恨みっこなしです。やるな、こっちだと。そら、こっちだ、こっちだ。お前じゃ勝てんぜ。やった、やるな。ジャスティスクラッシュ。私としたことが。閉めた。これなら。な、何？お前を部部隊から落とすことが僕の役目。フリーザー！なるほど。さすがはリーダー。これは素晴らしい作戦ですね。安心してください。すぐ楽にして差し上げますよ。やめろ。ああ、余計なお世話だ。出来損ないめ。おい、許さないぞ、お前たち。やっと真の力を見せたか。これで面白くなってきたぞ。
僕が戦わないと。当たれ！マセンコ！いい気になるなよ、クズ。まさか本気でこの私を倒せると思っているんじゃないだろうな。倒せるさ。大きく出たな。では見せてやるぞ、このセルの恐ろしい真のパワーを。くー！よくやった。さすがオラの息子だ。お父さん。人間としては大したものだ。褒めてやるぞ。だがここまでだったな。この私が相手をすることになってしまった。フン、ナンバーワンの貴様がもうご登場ってことは相当焦っているらしいな、バビディは。フン、無駄口を叩くのはそれぐらいにして、さっさとかかってこい。貴様らまとめてな。ダメダメ、お前を倒すのは僕の番なんだ。なんだと？なめるのもいい加減にしろよ。くそ。これくらいの抵抗はしてやる。これくらいの抵抗はしてやる。本気を出せ。これで終わりだ。
よ、ご飯。全然大丈夫じゃねえか。今度はオラと戦ってみねえか。え、お父さんとですか。お前のせいだぞ。お前は絶対に最強であるはずの私より強かった。そこで考えたんだ。スーパーゴテンクスとかいうチビを我が身に吸収すれば、どんな奴が現れたって最強の王座は揺るがないと。くっ、そういうことだったのか。ただそうやってペラペラしゃべくってる割には頭の悪さは変わってないようだな。どうせ吸収して一等賞になりたかったら、この俺を吸収すりゃ簡単だったのによ。何も分かってないようだな。何？前の魔人ブーが言ったはずだろう。絶対にお前をぶっ殺してやると。それが最大の目的だ。なるほど、そういうことか。納得。さてと、勝負を急がせてもらうぞ。貴様にしては冷静な判断だ。コロさんも吸収したのは正解だったようだな。残念。バカめ。どうした。やっ、まだだ。やな。もらいますよ。バカな。カメラメ。
何の目的で地球に来た？決まっているでしょう。復讐ですよ。孫悟空はまだですか？せっかくやってきたのに、お友達がみんな殺されちゃってたら、孫悟空はさぞ無念でしょうね。ごはんくん、やっちゃって。あんたならバッチリ勝てるでしょ。兵士たちだけなら多分。でもフリーザはやばいです。以前とは別人と言ってもいいくらい、はるかにパワーアップしてますよ。あの男、どこかで。なるほど、あの時の孫悟空の息子でしたか。皆さん下がっていってください。手伝わなくてもいいのか。もう子供じゃありませんから。そうか。子供が生まれたんだ。だからして優しい子に育ってほしい。だからお前たちみたいな奴らに来られると本当に迷惑なんだ。うわやうわうん、うりゃーち、うりゃー、聞かせてもらうぞ。だやそぶるだくよだうわよあらうわよだほうわよだよだがらよだ。こいつで終わりだ。ハメハメハ。やりますね。少し黙りましょうか。孫悟空の息子、思ったよりやりますね。これだからサイヤ人は嫌なんですよ。少し黙りましょうか。本気を出せ。この程度じゃ勝負にもならない。よっ、うん、それ少し黙りましょうか。よっ、うん、はやほやったぞ。やっほ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 。それとはっ、はい、しまった。少し黙りましょうか。うわっ、うん、そりゃ終わりだ。こっちだ。やった。うわだからだからだ。戦いの感覚が少し戻ってきたみたいだ。うわ、まさかこの私を倒す気ですか。サイヤ人にまた負けるなんて、そんなことを許されるわけがない。これくらいの抵抗はしてやる。
お前はそれが最後の変身なんだろう。勝負あったみたいだな。これ以上戦っても意味はない。いいぞ。さすが兄ちゃんだ。サイヤ人どもめ、なんとも腹立たしい。ああ、孫悟空にそっくりだ。あの時の孫悟空、思い出しただけでも腹綿が煮えくり返ります。うるさい虫けらどもには死んでもらいますよ。死ね。わっ、ぬっ、危ない。ごはんに、兄ちゃん。もう許さないぞ。みんなを傷つけようとしたな。何？スーパーサイヤ人とは異なるその姿、驚きましたよ。では身の程知らずなあなたに敬意を込めて、こちらも包み隠さずステップアップするとしましょうかね。驚いているようですね。降参するなら死ぬまでに苦しむ時間を少しは減らしてあげてもいいですよ。降参するわけがない。僕は家族をみんなを守るために修行を続けてきたんだ。おやおや、それは無駄な努力でしたね。あなたの大切な家族とやらは私が一瞬のうちに殺して差し上げます。すごい気だ。この戦いでさらに強くなっている。行くぞ。いいぞ。孫悟空が地球に戻ってくる前に、あなたを殺して絶望を与えてあげましょう。どうさせるものか。僕が絶対に阻止してみせろ。よっ、うわっ、こっちだ。よっ、うわっ、ふやっ、なめるな。ふっ、だよっ、くに、なに、だって、うわっ、だって、油断、はい、よっ、うわ、なめるな。戦いの勘が戻ったからか。お前の動きが鈍く見えるぞ、フリーザ。このぐらいなの。
サイヤ人に二度も敗北する。そんなことあってたまるか、あってたまるか。レベルだ。いや、そら、ち、そら、うすもろ、や、なんだ、や、無駄だ、け、かっこ、だ、そ、ん、やるな、わ、や、降参しろ。そうすればこれ以上の攻撃はしない。おとなしく地球から出ていくんだ。二度と悪さするんじゃないぞ。孫悟空に似て優しい。おのれ、そんなバカな、この私が孫悟空の息子に、そんなバカな。すごいよ兄ちゃん。危なかった。ご飯大丈夫か。勝った割に険しい顔をしているぞ。はい、ピッコロさん、僕が思っている以上に弱くなってるみたいです。フリーザと戦って実感しました。いくらフリーザが相手とはいえ、想像以上に苦戦してしまった。それでお前はどうしたいんだ。今回みたいに悟空がいないとき、さらに強い敵が現れたら弱さを理由に逃げるのか。いえ、僕には守りたいものがみんながいます。だからピッコロさん、僕にまた修行をつけてくれませんか。いいだろう、特訓でお前の勘を取り戻してやる。第六宇宙の戦士と戦えるなんて、いい機会です。僕も参加させてください。第六宇宙との戦い、人といい試合してたな、ご飯。本気で挑まれていたら、危なかったですよ。僕も修行しなきゃ。最近はかなり熱心に打ち込んでいるみたいじゃないか。潜在能力でパワーも上がりやがって。実際ごはんさんは修行をし直した当初より随分とお強くなられました。老化養神様の力のおかげもありますが、ごはんさん自身の努力が実を結んでいるんでしょうね。第六宇宙との戦いは他の宇宙でも噂になってるらしいぞ。はあ、そうなんですね。ええ、他の宇宙の海洋神で興味を持った人もいたとか。なんだか恥ずかしいな、知らない人に見られているなんて。
トランクスさん、僕ですよ。ご飯さん。まさか。そんな。あれは僕。いいえ、違います。あいつはご飯さんなんかじゃありません。まさかここまで来るとは。ブラック、ブラック、トランクス、こんなところに。そうか、指輪の力で時を超えたか。ごきげんよう、孫悟飯。トランクスさん、ちょうどいい。この体で君と戦ってみたかったのです。お前が何者かは知らないけど、最悪な敵だということだけはわかる。おや、そうですか。では、押していこう。まるで自分を相手にしているみたい。すごいな。こちら。アクア。ヤクス。タクアタ。ノ。ジ。タラ。ヤク。ヤクタ。タラ。タラコ。タ。一体何が目的なんだ。本気を出せ。その程度じゃ勝負にもなれない。よし、行かせてもらうぞ。こっちだ。くそ、こっちだ。うわっ、よっ、だっ、うわっ、よっ、やっ、うわっ、素晴らしい。この痛みがまた私を強くする。君だな。よっ、こう。俺たちはあいつをご飯ブラックと呼んでいました。奴は正義のために地球人を全滅させると、そう言ったんです。
ブラックとザマスは同一人物じゃない。ザマス、君に会いに来ました。 あなたがブラックの仲間だなんて。仲間ではありません。同志といったところでしょうか。一体目的は何なんです。ついてこれるか。私の望む正義の世界の実現、その正義に人間は必要ないのです。何だと。ごはんさん、俺も戦います。ええ、行きましょう。うん、あっ、こっちだ。僕たちの攻撃がで効いていない。サイヤ人諸君、ありがとう。君たちの無駄な強さのおかげで、この肉体の偉大なる不死身さがより引き立つことになる。不死身の肉体だと。本気を出せ。私は不死身だ。このままじゃ。ごはんさん、俺がザワスを引き受けます。今のうちに。これで十分だろう。必要ないかもしれないがな。ありがとうございます、ピックルさん。あの、ピックルさん、僕に本当にできるんでしょうか。どういう意味だ。マフーバは成功確率が低い技なんでしょう。もしまだザマスがいて僕が失敗したら。随分と弱気だな。いいか、ごはん。前から言っているが、お前は強い。覚悟を持ってやれば何でもできるはずだ。マフーバもトランクスを救うこともな。俺が言うことが信じられないか。いえ、ありがとうございます、ピッコロさん。必ず僕がトランクスさんを助けてきます。見せてやろう。どうだこの姿は。お前がサイヤ人の力に頼らず能力を発揮できるように、俺も神より引き出された力を使いこなせるのだよ。神に引き出された。貴様、なぜ老海王神様との修行を知ってるんだ。
積もろう。うわっだ、うわっだ、よっだ、ふっ、うすまろう。ああ、うわっ、ん、地獄だ、よっ、宇宙最強の戦闘民族、サイヤ人。さらに神から力を引き出させてもらう強さを求めるとは、第六宇宙との戦いではおごり高ぶっていただろう。その力を周囲に見せつけ、まるで神よりも強いとでも言うかのように。あの試合をお前も見ていたのか。気がつかないか、孫悟飯。この俺こそ神の身でありながら、この俺が。神の真の力を見せる時だ。機は熟したということか。あがめよ、たたえよ、この気高くも美しい不死にして最強の神ザマスを。これこそが正義。やっていることは正義なんかじゃない。言うじゃないか、小賢しいサイヤ人どもに。神の光の力見せてくれる。裁きの刃。うわっ、はい、つくばり逃げるがいい。お前の家族のようにな。どういうことだ、貴様。ビーデルさんとパンに何をした。お前の体を奪った後のことか。もう察しているだろう。ビーデルさんも、パンを。落ち着け、ゴハン。今は一旦引くんだ。神に引き出されたというその力、実に深いだ。貴様らのような人間には過ぎた力。本当にそうか、試してみる。もう参ったは聞かないぞ。うわっだ、うわっだ、よいな、よっ。ダメだ、ダメだ、ダメだ、おりゃー。待てろ、ふっ、ふっ、はご
れはブラックの不死身じゃない体が合体した体に影響しているのか。行くぞゴハン。はい父さん。何をする気だ。カメハメ。ザマス、俺はお前を許さない。おのれ。あと少しで倒せそうなのに、もう体力がもたねえや。安心してください、まだ一個最後の先頭が。いや、ほらいい、褒めがやるんだ、ゴハン。はい。ゴハンさん、俺も戦わせてください。でも、トランクさん、体は…これは、俺の戦いでもあるんです。俺は、俺の手で、この世界を、未来を守りたいんです。わかった。一緒に行こう。Yeah!
君に頼らねば強さを得られぬ人間不正が。貴様、神の肉体になんてことを。絶対に許せん。我は不死身だ。さあ、次は誰に助けを求める？過去か未来か。そうやって神の正義に背き続けるか。貴様ら人間はその弱さゆえに頼って何が悪い。強いことだけが正義なんかじゃない。ごはんさん、俺は自分の弱さを恥も悔いもしない。昔ゴハンさんに助けられたから、今度は俺もみんなを助ける側になりたい。そう思えた。助け合って生きる、それが俺たち人間だ。人間が力をいくら合わせようと神にかなうものか。マセンコ、行けゴハン。倒せトランクス。はい。ゴロさん直伝のクエマクエバー。神が人間に敗れるなどあってはならない。未来の世界は救われたんだ。よかったですね、トラックさん。はい、俺たちの手で。おいトランクス、お前これからどうするんだ。ここで暮らしていくのか。大変じゃねえか。俺たちのとこに来たらどうだ。ありがとうございます。嬉しいですけど、やめておきます。俺、この世界を元に戻したいんです。皆さんが守ってくれたこの世界を。そうか。きっとできますよ、トランクスさんな。おかえりなさい、ごはんくん。ただいま。一人ではどうにもならなかったことも数えきれないことある。だけどそのためにみんなが、家族が、仲間が僕を支えてくれたんだ。
足手まといにはならないでくださいよ。ええ、分かっています。おい、リスポン、僕たちが相手だ。調子に乗りやがって。二人まとめて俺が落としてやるぜ。当たらねえぜ。どうした、まだだ。どこを見ている。終わりだ。あった。どこを見ている。タフヌチピカ。うわっ、ダイヤ、リオッタ、うわっ、ダチ、そこライドトゥーパーズ。あった。ハッ。本気を出させてもらいますよ。やっか。やっ。さあ。ああ。いや。勝てんぜお前は。だ。だ。や。や。うわ。やっか。当たらねえぜ。どうした。だ。まだだ。この。や。うわ。まさかここまでやるとは。でも私がしよう。来い。上等だ。余計なものを背負う貴様では私には勝てん。私は何としても生き残る。そのために全て捨てた。
それで捨てただと？ふざけるな！ブラ、トランクス、ブラ、キャベとの約束、サイヤ人の誇り、俺のすべて、俺は貴様とは違う！捨ててたまるか！僕もです、ベジータさん。絶対に捨てたいなんかしません。押し切るぞ。はい。うわっ、ヤッキー、ヤッキー、ダー、まだだ。我らは何としても生き残る。破壊、勝てんぜお前は。ヤッキー、こちらだ。終わりにしてやるぜ。ここだ。見えてる。こいつを食らえ。ねえ。こっちだ。こっちだ。こちらだ。うん。どう。はっ。うわ。やだ。程度とはな。破壊しきれぬほどの技を食らわせてやる。お前じゃ勝てんぜ。こうなったら破壊しきれぬほどの技を食らわせてやる。たとえそれで俺が消えたとしても構わん。もう参っては効かないぞ。うわっ、やっ、うわっ、やっ、うわっ、ベジータさん、消えさせなんてしません。勝つのは僕たちです。おりゃー、ふっ、ふっ、第11宇宙トッポさん脱落です。皆様、ここで時間になりました。時間ということは、ブブ隊上に残っている人数が多い第7宇宙の皆様の勝利です。勝った、僕たちが。何を驚いてやがる。貴様が言ったんだろう、勝つと。そうですよね。いつまでもふぬけているんなら置いていくぞ。まさか立てないなどと言うんじゃないだろうな。大丈夫です。帰りましょう、ベジータさん。僕らを待つ人たちのもとへ。勝利を収めた第七宇宙は、すべての宇宙を復活させるようスーパーシェンロンに願った。そしてその復活を見届けたゴハンたちは、家族や大切な人の待つ地球へ戻っていくのだった。